いつも大変お世話になっております QCD 革新研究所の中村です。今回は各社またはセミナーで紹介してまいりましたサイバーあるいはウイルス対策に関する内容をまとめてみることにしました。ウェブ社会にあってウイルス対策は常識となっていますが、報道を見ていると次々と新しいウイルスが作られて大変な被害を受けている状況です。なぜそんなことに努力するんだろうかと思うわけですが、ここにあるように世の中には悪いことを仕事とする人がいるからです。この種の悪人は常に脆弱性を狙っています。そして個人の財産を奪い取ろう奪い取ろうというわけですが、ちょうどオレオレ詐欺のように常に妙手を考えているわけです。したがって情報セキュリティの面でも徹底的なリスク対策を個人的にも測っておくべきことになります。そこでその要件をこの表の下に示しましたが、ぜひご参考いただけると幸いです。 IT 関係では設備の開発の際にバグがあっても大きな障害が生じます。また外部からウイルスが入っても障害が生じます。この内容はどちらかわからないですが、大問題を起こした事件でした。このように IT を利用する社会では何か障害があると事故が起きるわけですが、その種の内容にヒントを得て面白半分にこの種の問題を誘発するウイルスを作って活動する人がいます。しかも犯人の特定が極めて難しいというのがこの問題の厄介なところであり、次々と犯人が発生する内容です。したがって各社ではいろいろ手を打つわけですが、一部でも隙があるとこのような事件となります。以上、このような事件を見て、また意味を知っていただいて、ここにあるようなスパイウェアの脅威に対しては、まず基本的な手をすべて打っておくべきです。フィッシングというとんでもない詐欺もあります。これについても同じような手を打っておくべきです。その対策はスパイウェアの5箇条という形ですでに提示されていますが、少なくとも IT を扱う関係者は、この種の対策は最低限取るべきと考えて手を打つべきです。それでは極めて基本的な内容ですが、スパイウェアに対する対策例を紹介することにします。これはそれを示したものですが、図にあるようにファイアウォール、これを使うこと、さらに検索ネットシステムによって常に監視してウイルスが発生していないかどうかということを見る必要があるということを示した例です。さらなる脅威があります。ウィニーの事件がそれを示しています。個人が使用したパソコンにウイルスが侵入していて、それが会社や機関で保有するデータに侵害してくるという例です。この事件があってから、各社では個人所有と企業のパソコンを区別して管理を徹底してきました。なお、ウィニーによる個人情報漏洩と著作権侵害、さらにはウィニーによって起きた事件をここに示しましたので、ぜひこの面の徹底もお願いしたいと考えます。